おもちゃ。それは誰もが一度は手にするもの。この世界には様々なおもちゃが存在する。しかし、その開発状況が語られることは少ない。この番組はそんなおもちゃの開発にスポットを当て、開発者の思いに迫る。今回お話を伺うのは、株式会社バンダイでウルトラマン玩具の開発を担当しております中野と申します。よろしくお願いいたします。今回お話をお伺いするのはこのおもちゃ。今回のガッツパークレンスは変身アイテムということで、ウルトラマントリガーの変身なりきり遊びができるということはもちろんなんですけれども、例年と違って一個大きなコンセプトとしては、この銃の状態、隊員銃の状態から変身アイテムに変形するということで、銃の状態だとガッツセレクトの隊員で隊員のなりきり遊びができるということで、変身モードに変形させることで、主人公の真中健吾になりきってウルトラマントリガーの変身遊びができるっていう、この2つの、遊びができるっていうのが一番大きなポイントだと思ってます。では開発者自ら説明をしていただこう。こう開けると、このようにガッツスパークを出すと、これがガッツハイパーキーです。こちらが、ハイパーガンモードと呼ぶものでして、隊員銃ガッツセレクトの銃の状態になっているものです。で、番組の中と同じように、ここをガチャッと開くことでモード変形しまして、これがウルトラマンの変身に使う時のスパークレンスモードと呼ばれる状態です。今回のアイテム、その特徴とはどんなものか。今回このガッツハイパーキーの特徴は、ウルトラマンシリーズのおもちゃでは初めてこのコレクションアイテム自体から音が鳴るというギミックがありまして、ここのボタンを押すことで、このような形で、このキー単体からも音声が鳴るようになってます。そう、今回の最大の特徴はその豊富な音源の数にある。正しい遊び方を説明していただいた。この銃の下のところにスイッチがあるので、ここで電源を入れます。で、ここが銃のトリガーになっているのと、ここがガッツハイパーキーを入れる穴になっているんですけれども、キーを刺さない状態でトリガーを引くとバンバンといった形でガッツセレクトが怪獣と戦う時の銃撃音が鳴るようになっています。で、ハイパーガンモードの遊びとしては、このキーを差し込むことで、先ほどの銃撃音の内容が変わるというものになってますので、一回やってみたいと思います。で、まずはキーのボタンを押します。で、ガッツスパークレンスに差し込みます。ということで、ブートアップゼペリオンといって、この刺したキーがトリガーマルチタイプなので、必殺光線のゼペリオン光線の、ブートアップゼペリオンというセリフが鳴るようになってます。で、このキーを刺した状態でトリガーを引くと、先ほどと違ったような音が鳴って、ウルトラマントリガーのゼペリオン光線の、銃撃音が鳴るようになっています。ハイパーガンモード、差し込むキーによって発せられる音が変化する。マルチタイプキー、パワータイプキーでは、そしてスカイタイプキー、この他のキーについてもさまざまな音が鳴るように識別されている。音へのこだわりについては別の機会に詳しくご紹介しよう。こういった形で、刺すキーによって、一個一個銃撃音が変わるというのがこのハイパーガンモードの遊びになっています。続いてはスパークレンスモードについて。まずはこのキーのボタンを押します。そして、このガッツスパークレンスの挿入口にガッツハイパーキーをセットします。そして、次にこの銃の、上の方を持っていただいて、ガチャッと開くとス
スパークレンスモードに変形して中央のクリスタルが現れて大気音が始まります。この大気音はガッツスパークレンスから鳴っている音とキーから鳴っている音が別々に掛け合うような仕組みになっています。そしてこの大気音が鳴っている間にトリガーを引くと、このような形でウルトラマントリガーマルチタイプの変身音が流れます。この変身音が終わった後にトリガーを押すと、トリガーのハンドスラッシュ光線やサークルアームズの召喚音、あとはゼペリオン光線の音などが順番に流れるようになっています。さまざまなキーを集めて実際にどんな音が出るのか試してほしい。そしてガッツスパークレンスとともに開発されたのが、こちらがトリガーの専用武器、サークルアームズになります。形状を開けると、今回の、サークルアームズのポイントは、剣、そしてクロー、そしてアローという3モードに、シームレスに変形していくっていうのが、面白いポイントなのと、このサークルアームズには、実はここの穴の部分に、ガッツハイパーキーをさせるようになってます。で、このガッツハイパーキー自体も、このサークルアームズに刺したときは今サークルアームズに刺さっているよっていうことが、分かる仕組みになっているので、ガチャッとこのアイテムに刺すことで、スパークレンスとか単品で遊ぶときとは別のサウンドが鳴る仕組みになっています。持ち手の部分が円形というフォルムが印象的なサークルアームズ、こちらでもキー自身が状態を認識する仕組みを取り入れており、連動が図られている。このサークルアームズ単体でも、3つのモードに変形できるっていうのは、結構過去を紐解いても珍しいぐらい、単品での遊びの幅っていうのが広いのと、このキーとの連動まで入っていることで、キー1本あたり3つの必殺技ができるっていうのが、すごく大きなポイントかなと思ってます。で、ガッツパークレンスと同じような形で、音声の掛け合いっていうところも、取り入れていて、例えばキーを入れた時のマキシマムブートアップなんちゃらっていうそのセリフの部分は、サスキーの方からなるようになっているので、キーごとに音声が変わりますし、必殺技のメロディーも、このキーからなる技の音と、このサークルアームズからなる技の音が、ユニゾンするようなイメージで、なるプログラムになっているので、そういったところでも一個一個キーごとの違いっていうのを楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。ガチャッと開いてダイナミックオープンと、さまざまな仕組みが盛り込まれたガッツスパークレンスとガッツハイパーキー、そしてサークルアームズ、そのこだわりの開発現場に迫る。変身アイテム自体が理解してるというか、銃の状態が神秘的になりすぎる。最終的にうまくいかないリスクはあったんですけど、できると思ってやるしかないんで。つぶらやイマジネーションでは開発秘話をふんだんに盛り込んだ完全版をお届け。開発の裏側に込められたおもちゃの真髄を刮目せよ。